皆さん、この座長ね、ご存知でありますでしょうかね。以前、去年、まあ、去年ですね、去年の、どっかで、まあ、秋とかそのあたりですが、このガチャを、まず、このガチャを紹介しましたよ。こいつは10月20日、東京編とかで、ちょっと、新宿とかの、どっかの店で、いろんなところに信号ガチャあったんで、ちょっと、やってみまして、とにかく、青が被っちゃいましたね。赤かと思ったら青でしたよ。こいつらが当たりましたと。以前に6月だから、いつかわかんないけど、多分、9月だと思うんだけど、多分、この3種類を紹介した記憶があります。まあ、紹介しましたね。はい。あ、ちなみに、この押しボタンね、バッテリー完全に切れましたよ。こっち来ません。まるでも故障したみたい。どっかな、あそこの押しボタンコースにも、こういうパターンあったけど、それと似たような感じになっちゃいましたね。はい、ということで、今回はね、こいつの、紹介していきたいと思います。
それではね、準備いたしますので少々お待ちくださいませ。こちらですね、この5種類のガチャを紹介していきたいと思います。と前にね、まあこのあと2つね、これ見えないかな、あと2つこれ持ってますが、これはまあかぶりです。何かに使いたいと思います。特に改造する気はないですね。まあ改造はしないんで、とにかく私は、とりあえず開けていきたいと思います。それではせーの、はい、ということで、開封し終えました。それではね、ライトアップしていきますので、準備はいいですかね。3、2、1。それでは、こんな感じとなります。まずはね、左上のこのメインなのはこいつですね。メドホアン、電球式の歩行者信号機。赤と青です。今回は、赤と青、今回2種類、当たりました。当たりました。赤は押しボタンなんで、ね、全然知らなかった。俺全然気づかなかったな。押しボタンと、なんだ、歩行者自転車専用、まあ、こんな感じ。あれ、10台乗ってみんな、あれ、押しボタンっていうのが存在しないんですね。押しボタンっていうのが存在しないみたいですよ。なんか、歩行者自転車専用になってる。まあ、そこには気づかなかったな。で、今回の情報版はなんかそういう感じなのかな。はい。名盤を見ていきましょう。ピント赤わかりませんけどね。あ、来た来た来た。2020年の4月。でも5月発売の4月なんですね。まあ、制作したのが4月なんでしょう。制作ですね。あ、夕方歩行者用交通信号灯機って方ですね。あ、見つけました。多分上も、ちょっと位置が違うんですね。名盤の位置がちょっと違う、ちょっと違うんですね。こいつも、4月ですね。同じ。ED13 なんた、XXX と。丸 X って言ってます。はい、やろうかなと。次はもう、これ、もう10代か昔からあるんだけどね。まあ、前からの、もう以前のガチャガチャですからね。LED 式の薄型信号機です。どこ版かもうあるんです。どこ版にもあるんです。名盤を見ていきましょう。ピント合わないから、いや、めんどくさい。もういい。ということでね、10代とちょっと比較してみますかね。なんかちょっと光具合が違う感じがあるような気がする。気のせいですかね。10代の方が役になんか俺の目からするとなんか軸ついてね。まあ、その気のせいか。なんか LED がなかなか明るいぞ。ちょっとなぁ。なんか色がちょっと違う感じがあるような。特にそ、変わったところはないですかね。次はね、鉄道用信号機。さっきこれアクセスつけましたと。逆配列みたいですね。鉄道用っても逆なんだよね。上が青、黄、上から青、黄色、赤なんですね。このような感じ。めちゃくちゃリアルなんですね。はい、じいちゃん方、めっちゃリアル。押しボタン式信号です。こちらはお持ちください。なんか、暗いな、この押しボタン。まあ、比較しようと思ったんだけど、もう比較できないかな、これ。終わってる。なんかコストダウンした、低コストな押しボタンになっちゃったかわかんないけど、やけどか。透けてるような、透けてないような、なんか気のせいかな、そのは、そこまで、わかんないから、知らないけど。まあ、とりあえず、見ていきましょう。名盤がこんな感じ。低コスト、使ってるときは大体この押しボタンなんだろうね。はい。はい、ということでね、本日の動画はね、その商品紹介でしたと。10代のとも合わせますかね。はい、ということでね、こちょ、かぶった、あの、ガチャのやつも、ちょっと、配布して、合わせて、あとは10代のやつも置いて、起きました。これでもう、以前のが5つあって、今回の7つあって12個、終わってしまいました。ということでね、皆さん、見つけた方はぜひ、1回300円なんでね、やってみてください。とりあえず、もう手抜きで、クソみたいな動画をご視聴いただきありがとうございます。5つ、ちょっと待って。比較動画、あ、しまった、これ忘れた。電球式のことと、薄型ことですね。見ていきましょう。薄型じゃない、厚型じゃんと言ってんだけど、これはもう、元から厚型ですから。うん。薄型ホトがなんでこんなにごっついか、回路上の問題なんですね。うん。これはしょうがない。まあ、気にしてはいけない。いいですね。なんかまるで LED 電球って感じだけど、電球式なんでね。まあ、そんなこと言わずに。点滅、出してみるか。手動点滅、再現するしかないんですよ。はい。赤信号になりましたと。ということでね、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、と高評価お願いします。エンディングで流れますからね。それでは、バイナラー。ということで、栃木市の矢印4頭です。ほぼ前回の続編やな。私は現在、新栃木駅の自由通路にいますよ。で天気は、今日帰れるかな。確かに雨降りそうだな。いや、雷来そうだけどなぁ。今日の天気は雷来ないはずだぜ。それは予報だから、わかんないよ。まあ、確かにわかんないけどなぁ。さあ、
どうでしょうかねえ。こいついっつもわかんないふりをしてんな。まあ、気を取り直して、矢印4頭、信号機の栃木市バージョンを撮るぞい。そうだな。オーマイガー、あんなところに早速見つけたぜ。こういうの栃木市にあるとは思わなかったぜ。いいや、気づいてるだろ。見たことあるのは前回の鹿沼じゃ。いやいや、車でここを走るとき、ここの交差点を渡るだろ。ありがとうございます。なんか、某ドライトさんみたいに言うなよ。ごめんな。私毎日毎日、ドライトさんの動画を見てるから、とりあえず一言言おうかな。せーの、ドライトさん。待て、こっちは信号機の動画やってんじゃい。ごめんごめん。もうすぐ矢印がつきますよ。どんな風につくのやら。見ての通り。そこは普通かい。いや、普通でしょ。で、そして。ああ、3頭目に斜め右矢印じゃ。ああ。日本信号なのに、歩行者用はコイトです。更新前からあったのかな。